っしゃ。皆さん。なんか変な曲が聞こえてくる。何これ。何。あんたこの頃嫁入りしたではないかいな。嫁入りし。あ、ごめん。あの申し訳ないけど、パチンコ番組。あの TKU のパチンコ番組なんで。あ、間違えました。失礼いたしました。違う。あの NHK ののど自慢じゃない。え、パチオーデンですよね、これね。パチオーデン。あれ、だってカナメさんでしょ。カナメのおじでございまして。はじめまして、慶徳二郎です。かなめさんのおじで、もう見た目が坂上二郎さんの弟、飛びます、違います似てる、違うです似てますよね、これじゃないですこれじゃないです、これじゃないです私が来たからには、ね、この衣装ですよ、ね、ですから私に触れたり私を待ち受け画面にすると、大当たり間違いなし。なんか嫌だ例えば私の隣に座るとかね、私の後に座るとバッチシ当たりますから。慶徳チーム集まれ、なんだそういう言い方されると本当にね、触りたくもないだけどもうこの環境からしてもう俺が身元引き受け人になるしかない。迷子でもないし、髪型だってなんかさ、これ逆らってみたいだからさ。ただここの、南高い多いですよ、お客さん、パチンコも好きな台が打てるかどうか分かりませんよ。なるほど。できればね、できればここはあの海のジャパンが、今日増大されてるのよ、88台合計で。だからジャパン狙いで行きたいんだけど、俺あの抽選が198万ほぼアウト。あです、ね、そしておまけにここおまけが2人いるでしょ。いや取れるでしょ、言うても取れるでしょ。抽選番号みんな3桁ですよ。いや取れるでしょ。ここは甘くない、これジャパン人気が甘くないから。だけどスロットはどうしましょうね、はい、僕たちほらあの番号良かったでしょ。そうなんです、早かったんでしょうね。なので、はい、おきどきのトロッカで行ってみない。今までさ、これあんまり番号良くなくて、普通のおきどきだったじゃない、でトロッカルは新台というかまだ新しめだから打ったことがないでしょ、ちょっと打ちましょうよ、せっかくなんで、ね、トロッカルいきます。トロッカルで、はい、行きたいと思います。じゃあ今日はですね、朝パチは海ジャパン、そしてスロットはおきどきのトロピカルということで、なんかさ、こっちがまともなパチンコ番組、もうこっち完璧にバラエティ番組、誰が色物や、色物ちゃうわ、これ二部構成になる。早速実践の方参りたいと思います。今日も頑張るぞ。今回の収録でお邪魔したのはベルエアマックス南高江店。明るく広い店内にはパチンコ704台、スロット320台を完備しています。番組早朝企画朝パチ朝スロ、早朝より集結したパチオーデンメンバー、日頃の成果を遺憾なく発揮させるべく気合い十分。それではみんなで一緒に楽しみましょう。今日はさ、この朝パチ朝スロ、実はね、今日ジャパン、海ジャパンがね、増大されて88台なんだよ。おお、ね、大広がりでございます。広がりでございます。で、本当は打ちたかったんですけど、無理でしたね。抽選番号悪すぎですもん。悪すぎだね。お客さんもいっぱいだった。多分88台っていうのはね、博多じゃないもんね。ない。聞いたことない。ね、それが朝市から生まれてどんな店やねんっていうね。いや、それだけお客さんが多かったですよ。そう。で、まあ仕方なしというか、このおきゅうみ3なんていうのはもうね、長い歴史があって、それでもこれよ。もう満台に近いよね。どんな店なん。全部友達。え？全部友達。あの二郎さん、あのね、俺よく知らないけど、熊本での活躍を、大ボラ吠いたらダメよ。全部友達なわけない。誰も見てもない。やっと打てたおきどきトロピカル。今までほら番号あんま良くなかったからさ、前のおきどきばっかだったんだけども、今回やっとこっちの寝台の方に行きましたけど、なんで二人とも当たってんだよ。結構早かった。早かったですね。81回転。
レギュラーか。レギュラーボーナスです。なんかこれデジャブしません？なんか前もありましたよね、こういうこと。本当だよね。なんか俺真ん中ダメなんだよね、きっとね。じゃあどうぞどうぞ紹介してください。ふざけてる間に俺は真面目にストロークを合わせまして、ちょうど投資が5本、ね、今あと残りこれだけ球があって105回転っていうことは平均、約21は軽く回るかなと。こういうところをパチンコ番組真面目にやらなきゃと、あなたたちみたいにふざけたことばっかりやってたらダメなんです。初めてなんか情報の聞きました。壁にから初めて聞きました。俺はいつも言ってるけど全部オンエアされてないんだって。ああなるほど、そらひどか、そらひどか。俺が真面目なこと言っても全部オンエアされないんだから。さあこのトロピカルとそれから前の置き時と変更点がいくつかあるんですね。でこのトロピカルに関しては、まあ、一番、まあ、覚えておかなきゃいけないのが天井が違うということ、前の置き時はですね999だったのに対し今回は1200になってます。まあというのもコイン持ちが良くなったんですよ。だから天井が引き上げられたのもしょうがないかなっていう感じなんですけども、それ以外にもですね、このパネルフラッシュ、ここが5回フラッシュすると、次回が例えば通常 B、 それから天国準備、そして天国モード以上みたいな感じになってるんで、結構ねレギュラー後ここを見ておくと楽しめると思います。それ以外のところではこういうハイビスカスの点灯パターンとかリールのテンパイオンの違いとかで、滞在モードや次回モードを推測して遊んでいくというようなところですね。当たってんじゃん、またバケ。やった、当たりました。とりあえず連チャンスじゃないのね。これ前さ光っても1ゲーム連だけだったよね確かね。ね、今回これ光ると1ゲーム連プラス天国なんだよね確かね。ね、魚群来た、魚群来た、来てない、来てない、俺も魚群が来てない。みんな200回転台ね、もうこんなついてない時は出しましょうか。あんまりテレビで公開したくないけど。何が何魚群誘発打法、これは聞かなくて大丈夫ですか？ちょっときましょう。説明しよう。 これ
です。海関係ありません。俺のマリンちゃん、これ海底深くです。言うことはこれ魚群が出そうじゃないんですよ。わかります。ということはですね、まずこれが終わりまして魚群が1回も出ない場合はノーマルモードに戻してください。もう海モード、これは本当はやっちゃいけないですよ。テレビ上やっちゃいけない、何の面白みもない。これにした途端魚群が出ます。あのサキーナに教えとけ。オッケー、俺もするから。オッケーオッケー。何吹き込まれたんですか。いやいや、魚群誘発だ方をね。だから言ったらダメだ。ダメだ。騙されてます。地形の草、人がいいから騙されてます。だってね、魚群って海の中にいるわけよ。沖縄モードってやったってダメなんです。おっしゃる通りでしょ。おっしゃる通りでしょ。これはやたらとやっちゃダメなんです。200回を超えて1回も魚群が来ない場合に使ってください。なるほどなるほど。そしたら荒海モードにしただけ。海モードに変えただけです。だけでしょ。絶対関係ない。そんな海に騙されたと思って。騙されてます。騙され寝台入れ替えのベルエアマックス南高江店に来ております。今日は朝パチ朝スロです、ドラゴン、ユミちゃん、そしてマリナちゃんはですね、オキドキトロピカルでございます。そして私とカベニーとサッキーナは、スーパー海物語のイン沖縄3です。お客様ホール賑わっております。やったどうしたどうした。そんなレギュラーが好きなんか。え、これってパンしか当たらないことないでしょ。えこれってどうやったらビッグ当たるんですか。ここですよここですよ。レギュラーも別に悪くはないんだけど、負けてやっぱ獲得枚数少ないしね。できればビッグがいい。音が光ってるよ。あっ、何だ。左225回転。それはビッグ引いてよ。ビッグ、おー、よかった。あ、こっちも光った。そうだ。あ、また負けだ。もうダメだ。私は多分今日はレギュラーしかいけない気がする。もうなんでさ、32じゃないの。また負けじゃん。それもずっと引き戻しにいるんだろうね。叩いてみようか。当たって。せやーじゃねえよ。なんで？
まあでもね、このあのおきゅうみ3はあのあんまりね、魚群が来ない台は深みにはまるから良くないんだよね。で、ノーマルモードにすると魚群って結構出やすいというか、うん、まあなんか出るような感じがするんだよね。だからよくあのおじさんおばさんがね、よくノーマルモードでやってる。まあリーチ演出はね、楽しいのはいいけど、結局は勝つか負けるかだったらノーマルモードで今の状態を分かりやすくした方がいいね。なんですよ。で、918、まあ、その付近で当たれば前日の据え置きなんですよ。もし、この9178ぐらいを超えてしまうようであれば設定変更しているんで、次は1200まで回さなきゃいけないと。地獄で、あ、引かないね。ということで、この台は、設定変更されているということですね。まあ、設定変更、あるいはリセットね、同一の打ち替えもありますので、次は1200までいいです、来なくて。レギュラー7連なんか当たりまして、さすがなんかコンサーサーチが薄そうな顔してたでしょちょっと待って待って、ドラゴンさんに言われたくないですよ。僕は1000ハマりしましたおはてん行きましたよね。1000ハマりました。一応リセットはね、はい、確認できたよね。逆にね、前日の最終ゲームと照らし合わせて、1200は超えてしまったので、はい、少なくともまあリセットはされてるかなという台でしたけども、はい、まあまあしょうがないよね。で、マリナちゃんはどうでした？私は、うん、なんと中段チェリーを引きまして、おこの後ですね、はい、かなちゃんじゃなかった、はなちゃんがね、はい、かなちゃんランプも光り、うん、まあ、天国がちょっと続いて、うん、まあ、それでも1000枚ちょっとですかね。あ、すごいよね。はい、ね、はい、それでは一方パチンコチームの方はどうだった？
った。あ、海ジャパンは座れたんですか。座れなかったよ。座れなかったよ。もうそこから不幸の始まりなんで。アギャン多かって思わんもん、お客さんが。良かったですね。平日ですよ。だからここは異常なんだって。だから海ジャパンに座れなくて沖海行って、うん、ねえ、もう俺の横にこの大仏が座ってからダメ、もう。もうそんなこと言う人にはね、ご利益はないですよ。あ、でもね、あの二郎さんの後に座った、はい、ね、あ、言うてやって言うてやって、あの二郎さんの後に座ったお父さん、うん、10回転ぐらいで、はい、バリレンちゃん、しかもサムまで出てたから、サムが出てた。私が温めときました。お客さんが喜べばそれでよかったです。うさぎさん、ダメ、グラグラこいてグラグラこいてやろ。お客さんが喜べばそれで幸せでございます。ちゃんとサムが出るごつね、下地は作っとりましたんで、私がなんか隣っていうよりも後から打った方が良さそうですよね。後からも隣もかけた、隣もかけた。私当たりましたよ、ちゃんと。当たりました。唯一、あ、じゃあ相性がいいんですね、きっと。相性がいい、そんなこと当たりは確認します。それでまたですね、ここの地域の周辺のお店の方々もね、ああ、はい、ね、そうですね、はい、はい、ぜひぜひ参加していただきたいなと。こんな人は来ないでください。そうそう、ちょっとこういう方はご遠慮させていただきたいんですけど、番組のホームページの方からですね、応募の方はできると思いますので、はいはい、ぜひよろしくお願いいたします。で、ゆみちゃんさ、一つ聞いていい？はい。ジローちゃんのこと一切見ないよね。はい、集まれ、はい、集まれ、はい、ケイトクファン集まれ、ケイトクファン集まれ、だからやめろって。ほら、カメラさんまで後ろ下がっちゃってじゃあそれじゃあ皆さん、待て、最後死ぬ。それではですね、今日はなんか変な人も交えての番組となってしまいましたけど、変な人、この辺でお別れしたいと思います。それでは皆さん、おやすみなさい。おやすみなさい。グッドナイト。